わふわと始めさせていただいたんですが、はい、デッキゲームズという放送を始めさせていただきます。はい、私ゲーム実況をやらせていただいておりますセントスと申します。どうぞよろしくお願いいたします。ゆっかです。よろしくお願いします。お願いします。はい、アンディです。あ、ウエストかウエストかアンディ、どっちでもいいです。どっちもいいですね。どっちでもいいです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。3人でお送りいたします。はい、簡単にこのデッキゲームズというですね放送の概要を説明させていただきたいというふうに思うんですけども、はい、まあ、世界中には面白いゲームがいっぱいあるんですけれども、はい、そういった情報があんまりこう日本に届く機会がないと。はい、お、大丈夫ですか。あ、大丈夫です。あ、大丈夫ですか。はい、というところでですね、そういったものをまとめた、まあ、情報放送にねしていきたいという形になっております。普段日本語化されておりません、面白いニュースとか、そういったものを紹介するために、今後継続的に毎週月曜日ですね、はい、夜20時からやっていきたいというふうに思っております。はい、ぜひですねチャンネルの登録をしていただきまして、はい、まあ、ぜひね毎週見ていただきたいですよね。はい、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、でこちらのですねトークショーはですね株式会社プレイブレインの、東京エビスタジオからお送りしております。で、デッキのコミュニティとかさまざまなゲームのコミュニティに参加したいという方はですね、ぜひですねデッキコムのウェブサイトの登録もお忘れなく。こちらのサイトは年内に公開される予定となっております。はい、はい、年内で年内楽しみです。本当に年内出ちゃうんですかこれ。年内ですよね。そうそうそう、年内、はいはい、予定は年内なんですけど、もう11月になっちゃいましたけども。はい、12月バッチリですか。はいはい、あ、バッチリ。じゃあそろそろですね。はい、まあ、ぜひですねこちらもよろしくお願いいたします。はい、はい、一つ目からいきましょうか。じゃあ一つ目から、はい、じゃあまず早速今日の初めの話題はハースストーンの新拡張版仁義なきガジェッツァンのについてのお話です。はい、ガジェッツァン、ガジェッツァン、お、変わった、お、来たー。この映像いつもかっこいいんですよ。めっちゃかっこいい、はい、ちゃんと似合う。だいたい半年ぶりぐらいですかね。そうですよね、うん、あ、新しい新しいエキスパンションそうですよね。なんか最近 PV は歌付きが当たり前になってきましたよね。そうですよね。前は歌付きでは、いや、なんか初期の頃は歌はなかったと思いますよ。なんか求心じゃないか、求心の次か、途中からだったんですか。そうですね、なんかあの歌がなんか多分歌のって割と最近の流れだと思うんですけどね。はい、かなり歌もいいんですよ。歌いいですね、かなり耳に残りますね。はい、ガジェッツァンノリノリになれる。ノリノリですよね、うん、いや、いいですね。はい、かっこいい。ハーストーン、まあ、なんか1日ギャングの構想みたいな、なんかテーマっぽいところありますよね。そう、日本では12月1日の午前8時よりリリースされたみたいで、はい、7万と132枚も新カードがあるみたいな。増えましたね。増えましたね。もうそれで質がだいぶ変わりましたね。はい、で今回の新拡張の一番のポイントは勢力が3つできたことですね。はい、1つ目がグライミーグーンズ。グライミーグーンズ。グライミーグーンズ。はい、グライミーグーンズに所属するごめんなさい。大丈夫、大丈夫、大丈夫。そうそうそう、もうゆっくり。あ、見える、見える、見える。見える、見える、ガッとね。グライミング、グーンズに所属するのが、ハンターとパラディンとウォーリアー。はい。で、カバールに所属するのが、メイジ、プリースト、ウォーロック。はい。で、ヒスイレンに所属するのが、ドルイド、ローグ、シャーマン。この感じに分かれてるんですよね。で、グライミーグーンズの特徴としては、はい、手札をバフする。手札をバフ。はい。場にあるミニオンじゃなくてですか。はい。あの、場にあるミニオンじゃなくて、いろんなカードを使って手札がどんどん、なんか2マナ2、2、3、2マナ3、4みたいな、なんかどんどん強くなっていくんですよ。あ、じゃあ場に出るときには、コストは変わらないですけども、はい、そうそうそう。1億1億とか出るってことですね。1億1億。まあ、可能性は。1億1億は出ないでしょ。1億1億は出ないでしょ。ですね。で、カバールに関しては、はい、ポーションやスペルを使って、なんか多彩にやる感じですね。で、カバールの代表レジェといったら、はい、カラガス。カザカス。カザカス。カザカス。はい、カザカスいって、まあ、レノ系が強いですね、今、カバールは。はい。なんかその、レノデッキ用のカードが多いですよね。はい、あ、そうです。そう、レノデッキ用のカードが増えたんで。1枚しか入ってないとダメですね。はい。そう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 。カザカスも。はい。なんで、それですね。いや、面白そうですね。面白そう。はい。で、翡翠蓮に関しては、なんといっても翡翠のゴーレム。ゴーレム。はい。まあ、先ほども少しね、説明していただきましたが、はい、改めてちょっと、翡翠ゴーレム。
はい、教えていただいてもいいですか。はい、水ゴーレムというのがゴーレム一旦召喚するという能力が発動すると、はい、初めは攻撃力1、ライフ1のミニオンが場に出てくるんですよ、うんうんうん、はい、で次に同じ能力、そのゴーレム一旦召喚するという能力を使うと今度は2、2で、また次同じ能力をすると3、3、はい、3、4とどんどんでかいミニオンが1億、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 ね、その報告をお待ちしてますよ、ね、そうですねすごいでかいミニオンになったら。でもなんかクトゥーンとかもそうですけど、はい、最大でどこまで強くできたかみたいなコンテストもあってもいいかもしれないですね、はい、あー、面白 い、 い、 いです、ね、そういうのお待ちしてます。はい、ぜひぜひ。はい、っていう感じですね。はいはい、はい、っていうことで、はい、じゃあこの環境になってメタどのように変わると思いますか。なんかまあさっきも解説あったんですけども、はい、なんかこう少なくとも現段階では、はい、アグロとかミッドレンジが流行ってるかなというふうに思うんですが、はい、なんか後半レノが来そうだなっていうお話ありましたよね。でも序盤もう今からみんな結構遊んでますし、はい、もうなんか月の終わりにはレノだらけの感じになっちゃったら嫌ですね。ちょっとめっちゃ遅い。ランク5からレゾだらけだったらもう一瞬、はいはい、まだ、あ、まだ出たばっかりですし、はい、これからどうなるか、そうですね、まだ分かりませんでしょ、ね、分かんないですね、分かんないでしょ、はい、そう、まあ、でも多分楽しみですよね。そうですね、デッキを組むには今一番面白いタイミングですよね、うんうんうん、いろんなデッキが出てきて本当に面白い、はい、ララと行って何が出るか分かんないんですよね。なあ、うん、このヒーローだから何っていう予想がつかないのがね、そうそうそう、そうなんですよ、また面白いですよね、面白い、うん、なるほど、そんな形なんですね。はい、でなんか今回はですね、この3名それぞれが今回の、はい、ガジェツ案の中でちょっとお気に入りというかピックアップしたいカードを用意させていただいていると、はい、いうことになってますから、はい、まあ、ちょっとユッコさんから見ていきましょうか。はい、はいはい、ちょっとお願いしてもいいですか。お願いします。3つ何を用意してきたのか。1つ目、1つ 1つ目、まあ、やっぱりこれですよね。あやちゃんですよね。ブラックポーこの子がもう声が可愛いんですよ、はい、もうさっき出てこれなかったんですけど、声が可愛くてまず萌えポイント1、うん、顔が可愛くて萌えポイント2、うん、そしてまた強いっていう、はい、全部あるじゃないですか。もう私のねお気に入りカードです今回。ハーストストーンはなんかあんまりこう、はい、スタッツの大きい女性キャラクターがあんまりないじゃないですか。確かに、はい、なんか本当フフラン王女みたいになっちゃうんで、だからちょっと本当正統派ですよね。はい、正統派な正統派萌えキャラなので、ちょっとこれは結構みんな使ってくんじゃないかな。あやちゃん、はい、あやちゃんですよね。あやちゃん、はい、あやちゃん押してきます、うん、はい、はい、じゃあ続きまして、はい、で続きまして、白眼。あー、さっきのね、さっきも出ましたね、でっかいやつですよね、でっかいやつ、はい、もう5マナ55が出た後またさらに5マナ50が5マナ10が出るかもしれないっていう、こいつ、はい、こいつですね、これすごいよな。あ、そう、はいはいはい、これが挑発ですね、うん、挑発っていうのがもう強すぎる、挑発重々はなかなかね、強すぎないですか。どうやってもた、うん、どう、うん、そうそもそもその5コスト55の時点でも十分強いじゃないですか、はい、だから例えばこれ出てきてカエルにすればいいって言っても、はい、やっぱり多分結構処理にカード使いますよね。そう、うん、そうなんですよね。その前に5マナ55も出てますから、ね、あ、十分ですよね。そう、だから十分強いっていうですよね、うん、はい、これが挑発持ってるのかなり大きいと思います、ね、あ、そう、うん、はい、はいはい、いい感じですね。もしかしたら黒騎士の時代がまた来るかもしれませんね。でこれが、はい、ドルイドのカードですね。翡翠の偶像。偶像、ほうほうほう、はい、翡翠のゴーレムを1体召喚する、またはそのカードのコピーを3枚自分のデッキに混ぜる。ああ、なるほど、はい、どっちか選ぶんですけど、はい、あのこれを、2枚入れるとすると、はい、1枚は召喚して、はい、そうで、どんどん増やして、今どんどんでっかいゴーレムがどんどん増えていくっていう、1マナでどんどんでっかいミニオンが。ってことはこれファティーグないんですか、うん、あ、そういうことじゃない。でもそのままずっと繰り返しますね。あ、そう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 ですよね。そういうこと、そういうこと、はい、めっちゃいいじゃないですか。はい、もうこれ、うん、そうですよね、もうドルイドに流行ってる感じがして、そう、これ1枚ぐらい入れる、ちょっとずるいですよね、これ。そうですね、ちょっとぐるぐるできるってことですよね、うん、あんまりこれちょっとテキストまだあんま把握できてないんですけど、はい、そうなんですよ。そう、これいいですね、カードのコピーを3枚だから、はい、うん、そうなんです、はい、これがちょっとずるいですね、うん、ちょっとずるいですよね。これを使ってもきっと楽しいですよね。はい、これいいと思います。このカードがないと1億1億のようにできないですよね。1億1億そうそうそう、あ、でもこれがあると極端な話、はい、お互いやってれば、はい、多分どこまででも上がりますよね。そうですね、友達と一緒にこれ一生回そうって言って、あ、ずっとトレードしていけば、はい、できますね。面白い面白いですね、面白い。
いいですね。じゃあセントスさん、はい、お気に入りのカード、はい、お願いします。はい、1枚目はまず今回一番最初に50パック引いた時にレジェンド2枚出たんですが、はい、このカードが出たので、はい、ちょっと上げさせていただいたんですが、はい、ノッケンフォッカー市長ですね。ノッケンフォッカー市長、かなり、はい、短い説明ながらも、はい、破天荒な、わかりやすい、テキストになってますね、はい。あらゆる行動の対象がランダムに選択されると。わかんない。破天荒。なので、聞いたところによると、はい、あの、エモーあるじゃないですか。はい、あの、エモートもランダムらしいんですよね。なんか、やったエモートと違うのが出るっていうふうに聞きました。まだ自分はね、このデッキ使ってないんで、わからないんですけども、かなり面白いですよね。めっちゃ面白い。じゃあなんかヨーグ様のなんかミニバージョン。そうですね。なんかこう、うん、自分でぐちゃぐちゃにするミニオンですね。はい、面白そう。面白い。どこに当たるかわからなくなる。なんか、あれですね、本当に、例えば武器で攻撃した対象が自分の顔になるとかってことはなさそうですね。はい、あ、それはないんだ。うん、だ武器で攻撃した相手が敵の誰かとかっていう感じみたいですね。ヨーグよりは強いんじゃないですか。いや、でも、ただ、本人があんま強くないんですよ。これね、多分9マナで5、4はちょっと弱いですよね。うん、だからちょっと読みで、なんでしょうね、4点ダメージをあえて顔に打って、はい、そのランダムで市長に行くのを読むとかっていう謎の読みになると思いますね。楽しそうです。ファイアーボールどこに打つみたいな。そうです、はい、もう読みじゃなくなっちゃいそうな。これちょっと面白いカードですね。いいですね、はい、面白いカードです、うん、はい、次は出ない、出ますか、うん、OK、 はい、出た、まあ、やっぱり何度もお話に出てるんですけれども、はい、今回のプリストの躍進に、かなり役立つカードであるというふうに事前でも言われてましたし、はい、このカードはドラゴンデッキ以外にも十分に入れれるカードなんじゃないかなと個人的には思ってます、はい、ただやっぱりそのプリストっていうのはずっと攻撃力が4のミニオンが処理しづらいっていうのがテーマになってるんですよ、はい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 、で結構やっぱり環境変わってもアジュアドレイクが入ってくると思うんですよね、はいはいはい、でそのアジュアドレイクの処理っていうのがこのカードじゃできないので、あ、これをどうするかっていうのが本当プリストの大きなテーマなんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、でもやっぱり4-4なんですよ。一番きついところですよね。4-4、しかも相手はワンドローしてるのにそれを落とすのにカード2枚はいるっていう、本当にね厳しい状況が続きますよね、面白い。さあ次いきましょう。はい、はい、次。でもやっぱ強いカードですよね。強い、はい、強い、はい、これですね、まあ、これは本当に申し訳ないんですけど、はい、完全に名前と見た目が好きかっこいいですね。で、まあ、スタッツこそまあ標準的なんですけれども、はい、かなりテキストも強いですし、ビビってる割には結構頑張るなって、うん、ビビってなさそうですね。ビビってなさそうですよね。なさそうですね。見た目ビビってない。これはちょっとハンターはかなり、ハンドバフするカードが多いので、うん、確かにランダムですね。はい、新しいハンターの形ができる、でそのデッキには十分入ってくるスタッツなんじゃないかなと思ってはいるんですけども、うん、はい、まあ、そういうのはさておいて絵が面白いなっていう、はい、そういう形でピックさせていただきました。はい、はい、面白そうですね。面白そう。じゃあアンディさんもお願いします。自分もちょっと画像がないんですけど、はい、さっきほらプレイしてる時に陣営、はい、体力を、あ、いましたね、はい、回復してくれるやつ、はい、お好きだって言ってましたよね。あれが一番好きなんですよね。あ、はい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 、その心は何なんですか。心は自分が週末に使ったんですよ、はい、週末にバーンズと組み合わせて、はい、12い、まあ、1回出すだけでライフが12上がるっていうのがすっごい、それで助かったからこいついいなと思っていいなと思って、はい、次やるなと思って、なんでやるな、はい、っていうカードです。なるほど、はい、はい、じゃあっていう感じですね。っていう感じですね。はい、あ、でもあと2枚ありますよね。いいんですかこれ。あ、まあ画像が、まあ、結構絵が可愛いから好きだったんですよね。はい、なるほど。あ、うん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 、はい、はい、はい、じゃあ、じゃあ大丈夫ですか。ストーンは大丈夫ですかね。そうですね。わかりました。こんな感じの、はい、でお送りしました。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では次のニュースに行かせていただきましょう。画面切り替わりますでしょうか。はい。はい。大丈夫ですか。このようになっております、リーグオブレジェンズのですね、はい、2016年 IWCA の、大会がバルセロナで行われました。はい、でこれ今ですね、裏で映像が流れているんですけれども、はい、IWCA の舞台の、はい、これですね、 YouTube に上がっている動画になっているんですけれども、バルセロナですね。はい、このアイズさんという方ですね、はい、この方はですね、現地に行って、リポートをしている動画が
あるんですね、はい、これ非常に面白い動画になってますので、はい、まあ、ぜひ皆様ですね、今ちょっと我々は喋りながらちょっと見ていただいてるわけなんですが、はい、オリジナルの方も見ていただきたいなというふうに思っております。これどういった方なんですか？レボル君がレイズさんは異教者の方ですね。あ、そうなんですね。異教者の方どうでもいいんですよ。あの近くに有名人気のある選手たちが泊まってるホテルがある。日本に来る前から早速、はい、向かってみたいなと思います。へぇ、はい、はい、お、あ、なるほど、ジャブできない。今、そうですね、やれって言われたと思うんですけどね。はい、怒られて、面白い。その後ろやりたい、やりたかったですね。自分でやりたかったですね。はい、ちょっと悲しそうな顔ですね。そうですね。寄りとこうと思って。行ってみましょう。もう一回、もう一回やる。あ、あ、できた。あ、できた。言うまくいかなかったんだ。出ますね。はい。これ動画のアドレスとか出るんですか？動画どうやらですね、ちょっと、はい、代表の選手たちが泊まっているホテルの様子ですので、はい、これから中に入ってですね、はい、選手たちの様子をお願いします。お届けしたいなと思います。もしくはなんかこのキーワードで調べれば出るとありますか？じゃあ、多分あの、なんだろう、 IWCA、はい、バルセロナ2016年で検索すれば出てくる感じですかね。出てくると思います、はい、一応オフィシャルにはなってますので、うんうんうん、はい、大丈夫です。あ、これで一旦終了と、はい、いう形なんですね。はい、はい、今年のですね、リーグオブレジェンドの、IWCA は、スペインで行われた大会でございます、はい、そして、日本人の5人のチームも、参戦していて、はい、かなり健闘したというふうに伺ってますけども、はい、はい、結構最後まで行ったらしいんですけど、はい、最後だけはちょっと厳しい、はい、はい、はい、なるほど、ありまして、まあ、でもすごい頑張ってくれた感じが、はい、うん、しますね。日本も強くなってきたんですね。そうですね、やっぱりその e スポーツいろんな作品がある中で、はい、まあ、日本がダントツ一番強いっていう作品がまだあんまりないので、あ、まあ、なんかこれからどんどんと日本の中での e スポーツの地位が向上するといいなという形だったんですけども、はい、まあ、それでもあの最後まで行ったっていうのは相当いい結果ですよね。はい、今回はそのなんかチームで戦うというよりはオールスターイベントなんで、はい、まあ、いろんな人がチームを組んで、はい、普段一緒にやってない人たち対象に対戦するみたいなだったんで、はい、それで結構まあいい結果を出せたんじゃないかなっていう。そうですよね、いや面白い企画だよね。まあ、ちょっと、はい、まあ、さっきもお話したんですけども、はい、いつかね、我々で現地リポートとかもできたらいいですよね、はい、本当に、はい、お願いします。ちょっと、はい、本当に、はい、美味しいもの食べたいですね。はい、では、この話題については以上でございます。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、じゃあ次お願いいたします。はい、はい、こちらはこれかな。で、これを下げます。はい、はい、これですね、ですね、アメリカで行われましたですね、はい、格闘ゲームの祭典カプコンカップという大会がありまして、はい、日本時間で言いますと12月の3日それから4日の2日間に分けて、うん、世界大会を勝ち抜いた32名の選手がですね、一堂に会しまして、まあ、1位を決めるというものになっております。大会ですね、はい。でこの試合に関しては、優勝候補と言われていた日本の梅原選手、はい、それに対するは、まあ、ダークホースと言っていいでしょう、はい、ケイ・ブラッド選手というアメリカの選手なんですけども、はい、まあ、これが、まあ、見ながらちょっとお話していきたいなというふうに思うんですけど、まあ、あの結果から言いますと、はい、今回のカプコンカップ、まあ、これまで何回か行われてるんですが、すべて日本人が優勝してました、はい、そうです。なのでアメリカで行われていて、アメリカ人のお客さんがいっぱいいるのに、はい、日本人と他の国の選手との、まあ、対戦とかをいつも見なくちゃいけなかったんですよ。今年はなんと、はい、アメリカ人同士の決勝戦になりまして、これは珍しいですね。あの格闘ゲームの歴史の中でも、はい、あまり聞かないですね。初くらいじゃないですか、ね、そうかもしれません、はい、歴史を塗り替えた年なんですね。そうですね、それこそアルカプとかっていう格闘ゲームだと、はい、今までですねそういったこともあったんですけども、はい、少なくともストリートファイターではなかったんじゃないかなと。あ、はい、そうなんだ。それだけ日本人が非常に強いと、うん、もちろん生まれた国でもありますし、そうですよね、やってる人が非常に多かったんですけども、はい、その歴史が変わって、うん、でも本当にまた時代変わるんじゃないかなというふうに思いますね。でこの格闘ゲームがストリートファイター5というんですけども、はい、これがもう今年の2月の18日に発売になりまして、はい、で初めてのカプコンカップということで、うん、まあ、誰が優勝するんだろうというふうに思ってたんですが、はい、アメリカ人同士の決勝ということで本当にみんなびっくりしました、ね、びっくりしますね、はい、びっくり。いや今までは本当にもう日本人同士で、はい、
やってたんですよね、ほとんど。そうですね。で勝ち抜いた人が多いです、日本人が多くて。じゃあアメリカの優勝者は結構強かったと。いや、もうめちゃくちゃ強かったですね。もう20歳ぐらいのすごい若い選手なんですけど。あ、若手の方、はい、格闘ゲームっていうのはそもそもストリートファイター2が出たのが、はい、自分今36歳なんですけど、はい、小学校6年生ぐらいの時だったんですよね、はい、それぐらいに歴史のあるゲームですから。そうですよね。どうしても格闘ゲーマーの高齢化っていうのがあったんですよ。でそこでこのストリートファイター5っていうのは、はい、このいろんなものをリセットするっていうテーマもあって、はい、なんかこうなんでしょうね、昔からのオールドゲーマーだけが強いっていうゲームじゃない風にしたいっていう風に作ってる方がおっしゃってたんですが、まさに今回20歳のナックルドゥ選手が優勝したと。20歳素晴らしいですね。若い、はい、若い。じゃあもうチャンスないってことですか。いやいや、そんなことないないってことですよね。ただ今回もやっぱりそういった30代のゲーマーとかが、はい、トップにも食い込んでますし、はい、で一番素晴らしいのがその若い選手も、ベテランの選手も、はい、一堂に会してみんなが戦えるっていう環境を作れた素晴らしいゲームだった感じですね。日本人選手はどのくらいの。さあ今回ですね、12人はい、出場になりました、はい、32人中12人が日本人、はい、そしてベスト8に残ったのが6人が日本人でした。わ 6人日本人で、そうなんですよ、2名がアメリカ人、はい、という中でアメリカ人同士での決勝戦だったんですね。それはなかなか熱いですね。それは面白い。でやっぱり日本人としては日本の選手を応援したかったんですけども、はい、まあ、そういった決勝戦になってしまって、うん、でもですね、やっぱ現地の盛り上がりはもう相当でしたね。はい、ホームだからすごい頑張ったんですね。そうですよね。いやでも e スポーツと格闘ゲームは特にそうなんです。そうですね、実況する人とかも、はい、なんて熱意持ってるんでしょうね。すごいですよね。ストリートファイターだけじゃないんですよね、はい、他のゲームもそうなんですけど、はい、いや憧れますね。うん、かっこいい、かっこいい。そうですね、エボリューションっていう、夏に行われますですね、毎年行っている格闘ゲームの祭典がありまして、それも非常に規模が大きい、5000人ぐらい参加する大会だったんですけども、そこではやはりですね、ベスト8の中にアメリカの選手が1名しか入らなくて、でやっぱ早々に敗退となってしまったので、やっぱ皆さんお客さんとしてはちょっともうテンションが落ちてしまったんですけども、普段だったらそうなんですよね。そうですね、今回でも本当すごかったですね。でちょっと試合について触れてなかったんですが、この試合梅原選手の1回戦目、相手はケイブラッド選手で、これはキャラクターの相性から言っても非常に竜が有利なんですね。梅原選手を使っている鉢巻きをつけた竜というキャラクターが非常に有利、それに対してキャミーというキャラクターは不利っていう中で、梅原選手が危なげのない試合を展開しているおと思いきやですね、まあ、1戦目からいろいろ波乱がありまして優勝候補が全ていなくなってしまうというですね。1戦目から。そうですね、いや本当に恐ろしかったですね。リュウはこのゲーム切っての非常に攻撃力の高いキャラクター、それに対してキャミーはこのゲーム切っての体力の少ないキャラクターなんですよ。なちょっと画面が大丈夫ですかね。あ、はい、あなんかリスタートされちゃいました。はい、あ、これ、あ、大丈夫そうです、大丈夫ですね。はい、でこのように今、1戦目が終わった段階では梅原選手危なげのないというところだったんですが、はい、まあ、ここからケイブラッド選手がですね、はい、爆発してしまいましてですね、まあ、すごかったですね。そうですね、チャートに書いてあるんですけど USA コールすごかった。あ、すごかったですね、はい、すごかったですね。会場が USA、はい、でああれなんですね、日本の選手っていうのは観戦していてもおとなしいんですけれども、はい、やっぱりそのアメリカのお客さんとかはですね、本当に全身で盛り上がる感情移入すごくしてらっしゃるんで、はい、でラウンド取られてしまった時はオーマイガーって感じになりますけども、はい、そうですよね、本当に、まあ、アメリカはアメリカのまんまでっていう、うん、あ、でも、あ、え、そうですね、ここでしっかりと、ケーブラッド選手が取ったという形です。これ本当にキャミーが、はい、きつい相手と、はい、して長いのが理由なんですけれども、はい、ちょうどやっぱ気合い入ってましたね、あの選手がですね、あ、アメリカの方が、はい、梅原選手はもう、日本人選手の中でもですね、はい、特にまあ優勝候補でもありますし、はい、格ゲー界のシンボルでもあります。うん、そういった方にはやっぱり一番注目が集まってるんですが、はい、もう1戦目本当に素晴らしい試合でしたね。いいですか、はい、1戦目からこういう熱い試合があるとね、いやバンバンありましたね、盛り上がりますね、はい、でこれ現地時間で言うと、お昼とかだったんですけども、はい、日本では開始が朝の3時からだったんですよ。厳しい時間、そんな、そ
これは今熱戦ですけれども、はい、日本では朝の4時とかに行われてたんですね。だみんなその時間ででもやっぱりしっかりと応援をしてたんですけども、はい、まあなんて言うんでしょうね、やっぱ眠気とかあるんですけども、はい、目覚めますね。こんだけ熱い試合だと、まあ現場ですもんね、みんな元々より夜は強いしね、はい。いいですね。さあどうします、これちょっと結構試合時間長いですけど、そうですよ、ね、はい、大丈夫でしょうか。はい、あ次のこれは、はい、一応終わってから発表された、そうですね、はい、はい、ストリートファイターに関してもですね、はい、このあとゴーキっていうキャラクターが追加されることが発表され、はい、来年1年のロードなんかもですね、少しずつ発表され始めてますんで、はい、まあ、来年はまた違った環境での大会が繰り上げられるんじゃないかなというふうに思います。はい、はい、非常に楽しみですね、はい、楽しみですね。でその他にも、はい、こういう映像が現地で発表されました。はい、これはファンだったら盛り上がりますね。そうですね、はい、だんだん皆さんご存知なんですか、ね、はい、日本では人気だったんですかね、マーベル vs カプコン、マーベル vs カプコンのシリーズに関してはもちろん日本でも人気あるんですが、はい、やはりこのマーベルのキャラクターが活躍する作品ということで、はい、アメリカがとにかく世界中で一番強いんですよね。そうですよね、はい、マーベル大キャプコン、これは本当自分も格闘ゲームはそんなに遊んだことはないんですけど、はい、マーベル vs カプコン2は結構やってました。あ、そうですよね、結構やってました、いろんなキャラクター出てましたし。そうなんですよ、あ面白かったんだ、はい、ロックマンとかもいるし、うん、はい、もう結構なんだろうね、ストリートファイターとまた全然違う、違いますね、やり方が、はい、はい、あって、まあ、自分どっちも強くはないんですけど、あ、いえいえいえ、はい、はい、まあ、やってて楽しいですね、はい、あ、楽しいんだ、じゃあ私も挑戦してみようかな。あ、ぜひぜひ、はい、ゆっこさん格闘ゲームとかやったことない、やったことないんですね、うん、なんで面白いと思いますよ、はい、で今回、インフィニティというタイトルがついてるんですね、はい、今までマーブル VS カプコンというのは、うん、1、2、3としてたんですけれども、うん、はい、今回4ではなくインフィニティというタイトルがついてる、これは何なんですかっていうふうに伺ったんですけども、はい、新しくスタートし直すからいろんな人にまた触ってもらいたいという意味が、どうしても4とつけると3までのファンの人しか触らないんじゃないかという意味も込めてタイトルを変えたっていうふうに伺ってます。ですからデビューにはちょうどいいかもしれないですよ。そうですね、はい、2017年ですよ、おお、やってみようかな、じゃあ教えてください。いやでもですね、このシリーズはですねちょっと自分もですね、はい、なんならもう本当に誰と比べても弱いぐらいちょっと向いてないところがある。絶対そんなことない、絶対そんなことない。まあでもあの最初はぜひやりたいなっていうふうに思ってますから、はい、一緒にやりましょう。あ、じゃあいろいろ情報教えてください、ね、はい、うん、ぜひぜひ、はい、で今までのシリーズですと、3on3 の対戦だったんですね、はい、格闘ゲームは普通は1人対1人なんですけれども、うん、このマーブルシリーズの特徴として3人対3人だったんですが、はい、まあ、多くはまだ語られていないんですけども、はい、今の PV を見る限り 2on2 なんじゃないかとか、いろんなシステムの変更がありそうだなという含みを、はいはい、持たせた段階で、はい、まあ、今回の発表は終了という形でしたね。はい、はい、でなんと2017年内に発売されてますね、はい、結構でも2017年っていうと1月1日も2017年ですから、はい、そうなんです、幅広いですね。もしかしたらもう来月出ちゃうとか、おー、1月、1月、まあ、1月はちょっと言い過ぎかもしれないですね、まあ、秋ぐらいかな、わかんないけどね。そうですよね、まあ、楽しみですよね。そうですね、はい、あのストリートファイターも新しいシリーズが出て、前作のストリートファイター4シリーズは7年間続いたんですね、はい、だからこの5に関しても同じぐらいの期間続く、うん、そしてまたそことはまた別のルートとして、うん、マーブルシリーズも楽しみだなという、うん、かなりいい展開が、はい、ありますねこれ。やりたい、はい、やりたい。視聴者側からもすごい楽しみですよね、はい、やってみたいと思うんだけど、はい、もう上手くなれっていうことは絶対ないから、ね、いやそんなことないと思いますよ。絶対ないんですよ、はい、ぜひですね、その時期にこの放送内でいろいろやりたいですよね、はい、やりたい、やりたい、やりたいですね。タとか全部持ってきて、はい、ぜひぜひぜひ、いいです、はい、うちから持ってきますんで、お、はい、教えてもらおう。あ、もう全然やったやりたいなというふうに思います。で、今までマーブルキャラクターといってもあんまりこう日本人には馴染みなかったんですが、最近マーブル系の映画多いじゃないですか。映画ありますね。だからもしかしたらその日本の方でもいろんなキャラクターに対して愛着を持っている段階ですから、はい、今までよりも日本での盛り上がりは多いんじゃないかなっていうふうにちょっと期待してますんで、本当にこれは大ヒット間違いなしなんじゃないかなと自分は思ってます。楽しみです。はい、楽しみですね。楽しみですね。はい。よし、じゃあ最後のトピックスに行きましょう。行きましょうか。はい、最後ですね。最後ですね。これはなんと。あ、これちょっとボリュームをアップするという指示が出ました、はい、OK かな。
一応あの週末にアメリカであのザ・ゲーム・アウォーズっていう結構大きなイベントが行われまして、はい、なんだろう、まあ、ゲームショーでその開発者とかに、うん、あの例えばなんだろうね、今回のゲーム・アウォーズは、はい、インダストリー・アイコン・アウォーズっていう賞がありまして、うん、なんと日本 の, あの小島秀夫さんが受賞しました、はいはいはい、結構大きな、はい、すごい格好いいですけど、何ですかこれ、これは、うん、世界観すごいですね。何の説明もないんですよね、まだ。これはまだですよね。はい。はい、ショーを出てからは、この新ティーザー、うん、はい、を披露されたんですけど、よくわかんないですね。ああ、わかんないですよね。どういうゲームか。わかんないですね。へえ。いやー、でも、すごそうではあるんだけど、グラフィックから。グラフィックからもそうなんですよ。うん、まあ、グラフィックはまずすごいですよね。グラフィックはまずすごいですよね。はい、これは後で、あの、小島秀夫さんが、あのツイッターで言ったんですけど、はい、これはそうあのプレイステーション4プロで、はい、普通に動いている映像なんです。あ、そうなんですね。じゃあもうある程度はできていると、ある程度は、はい、ある程度は多分できていると思うんですけど、うわ、なんだこれ、え、うわ、なんか、ん、生き物が、お、これはあれですね、なんかちょっとこうSF っぽいと言いますか、ちょっと SF っぽいですね、はい、今までのメタルギアソリッドなどとはちょっとまた違う感じがしますね。そうですね。生物兵器っぽくありましたけども、うわ、あい、どうなんだろう、なんかちょっとメタルギアっぽさを出しつつ、出しつつ、でもなんか敵はエネミーというか、なんか人間じゃないんですね。人間ではなんだこれ、そうですね、ちょっとなんだろう、ゾンビっぽい、ゾンビって言っていいかどうかわかんないですよね。ああ、でもそのいい意味でわからないですよね、はい、わ、なんだなんだ、あ、子供、うわ、え、あのちょっと可愛いですね。ちょっと可愛い、可愛かった。すごいなんか悔しそうな顔してますね。あ、怖い。なんでしょうねこれ。これはでも人形とも言い切れないですよね。そうですね、うん、今のなんか抱えてるのを見ると。なんだろう、すっごい怖いんですよね。怖い。あ、赤ちゃんは。あ、見てくれ。そうですね。ウィンクしてくれた。ウィンクしてくれた。可愛いですね。うん。え、でも怖い。何か知っているような。で、実はこの登場している人物が、はい、あのデルトロ監督さんっていう、あの、はい、あのすごい有名な監督さんで、あの PT とかってご存知ですか？いや、知ってる知ってる。 PT っていうあのホラーゲーム、はい、あのコナミにいらっしゃる間に出した、はい、あのなんだろう、ホラーゲームくるくる回ってくやつですよね。そうそう、わかんないですね。はいはい、はい、で、あのデルトロ監督と小島さんが一緒に作ってたんですよ、はい、PT。それはコナミといろいろがダメになったせいで、あっ、はっきり言っちゃいましたね。そうそう、はい、中止となったんですけど、はい、それで、あの週末にデルトロ監督も結構コナミに対する強い意見をバンバン言っちゃった、はい、言っちゃったんですね。はいはいはい、はい、もう配信で言っていいかどうか分かんないなるほどなるほど、それぐらい、はい、言ってまして、でも実にもうゲームに登場してますね今回は。あ、そうなんですね。今の人がそうだったんですね。あ、さっきのおじさんが、はい、おじさん、はい、まさにモデルになってる、モデルになってます。お、なんだこれ、かっこいい。え、帽子が、そうですね、ポーズ的にちょっと忍者っぽくもありましたけどですね、はい、あ、ちょっと違うな。なんか特殊能力がある。浮いてる。あ、なんか背景なんで人形、人形つなげて、つなげてましたね、ね、でこの人も、はい、マッツ・ミックルさんっていう、はい、すごいアメリカとか映画でよく出てくる俳優、はい、です。へえ。また来た。え、怖い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 。いや、でもめっちゃウィンクしてるって。ウィンクしてますよ。可愛いっちゃ可愛いですよね。うれしそうだな。うれしそうだけど。これもこれはリアルですね。そのまま撮ったんじゃないですか。え、もう本物だ。これホラーなんですか？ PT ってことはホラー、 PT と一緒に作った人と一緒にやってるんですよね、はい、で、去年の E3 で何でしたっけ、あのノーマン・リラスっていうもう一人の結構有名なアクターが登場してるんですけど、はい、その映像からだとかなりホーラー系っぽくはなるんだけど、うんうんうん、方向性どうなるかちょっと分かんないですよね、気になります。なるほど、見る限りホラーっぽいですね。ちょっとホラーだともしかしたら、はい、
とまあ他の方にお任せしちゃうかもしれませんね。ほら苦手。いや別に苦手ってわけじゃないんですけどね、はいはいはい、まあちょっとでも、うん、まあやると多分 VR で絶対やらないと思うんですよ。VR ではちょっとやめておいた方がいいかもしれませんね。はい、完全に別物らしいですね、あの今回の作品が。ローさんありがとうございます。ありがとうございます。はいはい、いやそうなんですよ、結構リアルなんですよね、これすごいですね。徳さんが似てる、似てますね、うん、もう表情からもう目のあれすごいですな。すごい似てるんですけど、あくまでなんかこうゲームっぽく、はいはい、アレンジしてる感じはありますね。かっこいいですね、はい、多分目とか大きくしないと外から何でしょう、離れた状態で見た時に、うん、あ顔が分からない、そうですね、顔が分からないとかあるかもしれないので、ちょっとこう若干のデフォルメを加えつつ、はい、でもリアリティを出してるっていう形ですよね。かっこいいですね。これ素晴らしいですよね。これもなんか、いや、目のこの感じの、あれが、サイファイチックでもすごい。かっこいいですよね。かっこいいです。うん、かっこいいですね。いやー、これもすごい楽しみだけど、はい、楽しみなんだけど、多分まだ、まだですよね。結構先でしょうね、まだ。結構先ですか、はい、楽しみなゲームが多いな、ね、まあ、こういった形での発表があったと、はい、はい、という形だったんですね。はい、はい、ということで、はい、今週のニュースは、はい、ホットトピックスはそれぐらいにしましょうか。わ、はい、かりました。皆様見てくださってありがとうございます。ありがとうございます、はい、また次回もね、いろんなニュースをお届けしたいというふうに思います。はい、はいはい。